出雲八重子は日本の女優である。本名は泉八重。別名に出雲八重子、出雲八重子がある。1909年9月8日、青森県八戸町に生まれる。実家高等女学校卒業後、エリアナパブロアの下でダンスを習う。1930年5月、松竹蒲田撮影所に入社、五所平之助監督の微笑む人生で映画デビューする。 1932年に、斉藤虎次郎監督の、女は寝て待てで、主演の小倉茂の相手役に抜擢され、以来、表金で愛嬌のある顔が買われて、斉藤監督の短編喜劇映画に徴用された。腰の抜けた女では主役を務め、キネマ旬報ベスト10に第7位でランキングされた、このコステザレバでは、女房役を講演、短編喜劇の3枚目女優として活躍した。 喜劇作品以外では、小津安二郎監督の大学良いとこなどに助演したが、シリアスな作品では、女級役や女中役を多く演じた。愛前カツラでは、岡村文子演じる不調の配下の看護婦の一人を演じ、戦時中に制作された、古藩の別れでは水事婦を巧み演している。1934年1月に、井上幸子、三井秀夫、安倍昭三郎、 特大自身らとともに、準幹部待群に昇進。1937年には、佐野修二らとともに、準幹部に、1942年には、三井と幹部待群に昇格した。戦後は一時舞台に出演していたが、1947年に、東方に入社し、成瀬美希夫監督作品に多数出演したほか、豊田史郎監督の、夫婦全在、黒沢明監督の、 赤ひげなどに脇役で出演した。1967年公開の岡本喜八監督、殺人狂時代でのホッケに凝った教女役が最後の映画出演作で、以降の消息は不明である。出雲が出演した斉藤の喜劇映画、新婚三類打の一場面である。主人公がバットを振り回すと妻の曲げに当たって、曲げがすっ飛ぶというシーンのテスト撮影で、 小倉の振ったバットが出雲の曲げでなく後頭部に直撃するというアクシデントが起きた。出雲は意識を失い付近の病院に入院したが打撃に力がこもってなかったため大事には至らなかったという。ありがとうございます。